どうも、ピアニストの長島達也です。今日は、なんと、バイオリンについての動画です。えー、このバイオリン僕が20年くらい前かなに投資で買ったんですけど、えー、テストーニっていうイタリアの、あの、現代の,あの有名なバイオリンメーカーが作った新しいバイオリンで、これは1900、えー 98年に作られた本当にもう新しい楽器です。で、アメリカにいる時はね、あの、プロのバイオリニストたちがこれをあの弾いててくれたんだけど、日本に来て誰も弾いてない状態です。もし興味がある人がいたら、解体しといたら教えてください。えっ、ー、とね、今日の動画は視聴者様からこういう質問がありました。なぜバイオリニストはいつも左で持って このバイオリオンを持ってね、で、あの、右で弓を持つのか、なぜ左利きの人が、こう、弾かないのか。っていう質問がありました。でね、これ、一番あの大きな理由が2つあると思うんですよね。なぜみんながこっちで弾いてるか。それはまず、えー、っと、例えばね、ピアニストがピアノを弾いてるときにね、 左利きでやろうと右利きでやろうとピアノではほとんどの人が右利きになりますなぜならそれだけ右利きがたくさん使われるから大人になるとまた話は別だと思うんですけど子供の頃からそういうふうにやってたら左利きだろうが右利きだろうが全然違和感なくそれできますそれってね、あのー、何でもそうだと思うんですよねあナダルっていうすごく有名なスペインの えっと、テニスプレーヤーがいましてフェデラーと2人でもう本当にずっと競ってきた人ですで、えー、ナダルは実は右利きなんだけどコーチであったずっとコーチをやってきたおじさんが左利きの方がみんなスピンが左利きのスピンになれないんで得だからって言って右利きなのにテニスは小さい時から左でやって今左利きのプレーヤーとして今でも活躍しています ということで、あのバイオリンでもピアノでも小さいこか,からやったら右利きだろうと左利きだろうと関係ないと思うんですよね。で、それだけじゃなくて、あのバイオリンの難しさって、ここなのかここなのか、別々の難しさがあるんで、だから、左利き、じゃあ左、自分の利き手がこっちをやった方がいいのか、利き手がこっちをやった方がいいのか。 それあの関係なくなくると思うんですよね難しさはそれぞれにあるんでだからそういった意味でもあのわざわざ左利きだからこっちにしてあの右,で右手でバイオリンを持つ人っていうのが少ないっていうのがまず一つの理由だと思いますでもう一つの理由は あの一見ねこれをこっちに変えるだけって思うかもしれませんけどもっとあのいろいろ問題が出てきます例えばこれこれもうずっと弾いてない方もほんにめちゃくちゃ狂ってるんだけど右から「それらみ」って <laughs> あの「それらみ」っていうふうに調理されてますこれをゲーセンとか G ストリングとか言いますだから「それらみ」なんですけどこれをあの持った時に ゲーセンベース、下のゲーセンが一番上でなければいけない。だから、こうすると下になっちゃって、ちょっとこれでは弾けなくなってしまう。それをバイオリンメーカーに逆さにしてもらわなきゃいけませんよね。本当にもう真逆にしてもらう。そうすると今度、このペグっていう、この調律をするとこね。ペグも逆さにしなきゃいけない。ほら、見えますかこの。 ゲーセンのが一番下にあってそれらみだからこれがそのままやっぱりこれも真逆にしなきゃいけないえー、っとねその他にこれ見えるかなブリッジっていうものがありますここにあのこれにあの弦が支えられてるんだけどブリッジ見てください見えるかなこっちのがもう全然低いんですかといってこのブリッジを逆さにして 使っったらとんでもなないい音になってしまいますだからブリッジも特注で作ってもらわなきゃいけない、えー、今のところ弦の配置ペグの配置ブリッジですねそれからあチンレストこれもこっちにそのまま使ったらこのシェイプが顎にぴったりくるように作られてるんでこっちにした時顎にフィットしないだからこれも真逆に作ってもらわなきゃいけない、うん それだけじゃない。実はこのバイオリンの中身でもとってもあの微妙な変化をさせなければいけません。例えばこの芸の弦このバイオリンの4本の弦では一番低いベース、バスに当たる弦の真下にバスバーっていう、えー、これくらいの丸い木が1本ここら辺からここら辺まで 1>, 1本、あの、実は、この表の木の真裏にあります。それが、ゲーセンがもしこっちに来たら、それがこっちに移らなきゃいけない。それからね、えー、っと、このバイオリンでは、ここら辺に、サウンドポストっていう、やはり丸い、これくらいの、これくらいの長さの、えー、柱に当たるものがあります。で、それは、ほら、バイオリンって、この中、空洞なんで、 そのサウンドポスト柱がないとこれが結局潰れちゃうってことになりますそれからサウンドポストはもう一つ、えー、っと上で振動したものこの一番弦に近い弦から一番振動が伝わるこの上の番から下の木までその音の響きをいち早く伝えるっていう、えー、役目もありますでそ,ういそれが今ちょっとこのバイオリンでは ち、えー、ちょっとここら寄りりなななんでそれが向こう寄りにしなきゃいけないけ要するに中身も外ももし右手で持って演奏するなら全て特注でバイオリンを作ってもらわなきゃいけないっていうのがまずすごく大きな問題にもなってしまいます。ということで、えー、このバイオリンね左手で持って。 右手で弓を持つのが一般的なバイオリンの弾き方なんだけどここれを逆にしちゃいいいけななってことはないんですただあの特に子どもの時からやってるなら右で弓を扱おうと左で弓を扱おうと左でバイオリンを持とうと右手でバイオリンを持ってあの弦のピッチをつけようと各々の,の,の難しさがあるから右でやろうが左でやろうがあまり関係ないっていうのがあるので。 みんななやっっぱりここになってしまいまいす僕はあの左でバイオリンを弾く人何回か見たことあるんですけれどもクラシックでは生では見たことないですねいつもなんかアメリカのカントリーミュージックでなんか左でやってる人は見るんだけどその人たちってあのもうこ,んなこんな感じで弾くんで <laughs> もう全然あのクラシックで言う正しい持ち方とは全然違うことやってるんで。 果たしてその右手と左手を変えるのが本当に役立つのかっていうのもあのまた変わってくるのかなと思います。それからもう一つ、なんでクラシックの人たちは、えー、ほとんどの人がもうあの左手でバイオリンを持って右手で弓でやるかっていうと、今度オーケストラで演奏すると困っちゃいます。もし一人だけこっち向きだと、えっ、ー、とその弓の手 弓を動かす手と弓を動かす隣の普通に持ってる人との肘が当たっちゃったり弓が当たっちゃったりする可能性が出てきますよねそれから踏めくりの問題とかも出てくるだからスタンドパートナーっていう、えー、と譜面を一緒にシェアしてるスタンドパートナーバイオリンの場合2人ずつなんですけれどもそれができないということでもし、えー、オーケストラに入れても多分一番後ろで 一人で弾くことになるんじゃないかなと思います。もう一つ、なぜバイオリンがホールに向かって左側にいるかっていうと、バイオリンをこう持った時に、音はこっちに出ますよね。今度、右手で持ったら、ホールが、お客さんがこっちなのに、音がこっちに出る。それも多分問題になるんじゃないかなって思います。えー、今度、弦楽四重奏とか。 トリオとか、室内学をやった時にも、やっぱり同じような問題が出てくるんで、この配置も全部変えなきゃいけないっていう風になるのかなって思います。僕は左でバイオリンをあ、ごめんなさい、右でバイオリンを持つ人と弾いたことないので分からないんですけれども、きっとそういう問題が後々起きるって分かっていて、わざわざこっちでやらせないんじゃないかなって思います。でも実は、歴史的に えー、左手であの弓を持ってね右手でバイオリンを持つ左利きのバイオリンって言われるこ,のこ,のこういう形で弾いてきた人がいますめちゃくちゃ有名なのがちょっと笑えるけどチャーリー・チャップリンあの白黒動画の,あのコメディアンのチャーリー・チャップリンチャーリー・チャップリンはピアノとバイオリンやってるんだけどバイオリンを特注して左利きなんでこっちで弾いていました。 それから、えー、誰よりも偉大なバイオリニストパガニーニーこれは、えー、都市伝説なのか本当なのかわからないんですけれどもある学者さんたちによると、えー、パガニーニ普通にこういうふうにやってたんだけどなんか病気だか怪我しちゃったのかな。であのー、こっちでこの左の手でこういうことができなくなってしまったのである一時期は右。 でバイオリンを持ってこういう風に演奏していたっていう説もあります、えー、その他にもリチャード・バースさんっていう、えー、ドイツ人の、えー、20世紀前半に活躍したバイオリンのビルトーゾがいますで彼は後々あの指揮者になってしまうんですけれどもそれまでは右手でバイオリンを持って左手で弓を使っていたっていうあの唯一の,あの知られている上では唯一の 当時のバイオリニストでしたそれからパーーボ・バーグランド彼は、えー、フィンランドのバイオリニストなんですけれども彼もやっぱり指揮者に後々なるんですけれども彼もあの右手でバイオリンを持つっていう奏法をしていた人で後々はデンマークの国立オーケストラの指揮者にまでなった人ですそれからコーリッシュ弦楽四重相談とかシン・ウィーン弦楽四重相談 ととかの創立者としても知られる、えー、ルドルフ・コーリッシュさん。えー、彼も、えー、やっぱり右手でバイオリンを持っていたそうです。こんな感じで、えー、たくさんはいないんですけれども歴史上でも何人かはやっぱり右手でバイオリンを持って左手で弓を使ってるっていうバイオリンの人もいました。えー、でもほとんどの場合がやっぱり 特注しないとバイオリンが手に入らないで。特注したら当然バイオリンもものすごく高くなるでしょうし、えー、みんなやっぱり左手でバイオリンを持って、右手であの弓を使うっていうのが一番知られている奏法だと思います。今日はこんな感じです。えー、今日もご視聴ありがとうございます、えー。もしこの動画気に入っていただけたら、いいねさんお願いします、えー。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。さようなら。 言葉に釣られてきたオリ、みんなさよなら言ったオリバーがさよなら言ってますそれじゃあまたさよなら